微妙で組み合わせ的にね、どうしようか迷ってます今。行ってきます。いってらっしゃい。おはよう。ベストが来たって。ベストを買ってこの上に着ようと思ってたんですけど、なんかこれでいいのかな。ベストの素材はニットです。はいよ。それじゃないやね。でもね、ズボンも緑。おしゃれって難しい。自分の思い描いてた通りになんか来たらなったらさ、素敵なのに。はいよ。ならんから。はいよ。けど着てない服とか結構ある。うん、もったいないね。そりゃじゃん。はにょ。はにょ。はよ。今日涙袋だ、ほんと。昨日ね、指原さんのリリーミューを買ったんですよ。ショールーム越しにメイクすると色味違うの。多分ショールームちょっと薄く映るから今
ね、めっちゃ濃いかも。はよ。まあまあ。そう、指原さんがプロデュースされてるんですよ。はよ。それを買ったんですけど、まあでも日頃使いというよりは、なんか舞台で使えたらいいなって思う。今日は使わないかよ。不足です。今日は休みなのかな。うん。この後デント行けんけん。メイクしよる。何しようかな。喉乾いたな。おはようございます。おはよう。私のお気に入りリップなくなった。どこ行ったんじゃろう。使い切ってないと思う。多分いろんな袋に入れて。どっか行っちゃいました。最近は全然使ってない。
カフロッシュっていうやつです。ブラウンの血が出てきます。いってらっしゃい。すごくない？涙袋の影って変わる。これは花の影。過ぎた。前髪そのままでもいいくらいの流し可愛い。本当？してみなしメイクなの。基本そうですね。メイクで思い出したスピンクリア使い切ったから買わなきゃ。買わなきゃ。ロケじゃないです。でもね、多分。探せばすぐある気がする。メイク道具が多い。なかった。意外となかった。どこやったっけ。なんかね、液漏れ？液だれ？するからなんか避難させた思い出があるんですよ。どっか行った。いやでもね、カバンの中は結構ね出してるんですよ。ありましたか？前髪流し好評。かゆい。家でそのビューラー使ってるの見てたっけ。いやそうだよね。いや普通の方がね効きます。ちゃんと銀のやつの方が上がる。でこれコンパクトだから。
仕事行ってきます。最初ありがとうございます。いってらっしゃい。カバンの中にアメヤグミ、入っとるときは入っとる。なんかね、挟んだら扇を描くように。まつげって上がらん。ていうか目が腫れてるわ。人にやったことないですね。怖い。でも下向いてたら意外と大丈夫。まつげしてみます。目力が増しました。ほら、ほら、うん、ありがとうございます。長さもね、増えるよ。特化してるやつがあります。しかもなんか長さメインとかボリュームメインとか、まああと眉毛したりアイラインしたりいろいろあるんですが、配信はここで終わらせてもらいたいと思います。ごめんなさい、黙々メイク配信で見てくださってありがとうございます。それでは私もお仕事に行ってきます。行きます。13位ソリオさん、12位アマズさん、11位キョンシーさん、10位ギルスさん、9位中原さん、8位坪井ゆうすけさん、7位マモルンさん、6位セリアさん、5位長谷川さん、4位試験マシンさん、3位デブニアさん、2位ゼータン高尾さん、そして1位はルルルルンチちゃんダンディーさんでした。ありがとうございます。神奈川県ナンバー22位はトゥルルルンちゃんエリックさんでした。ありがとう。朝から眼福でした。優しい。皆さん
それでは今日もお仕事、学校、勉強、部活、バイト、裏方頑張っていきましょう。私も頑張ります。それでは、いってらっしゃい。またね、バイバイ、ありがとう。いいね、バイバイ。